じゃあ、早速始めていきたいと思います。次の次の進路線はどうする、まさかの大プレゼン大会。はい、あ、素晴らしいね、素晴らしい拍手ね、ありがたい。はい、じゃあね、始まりました。じゃあ、今回のこの企画かな、はい、ちょっとね、簡単に説明しますね。まあ、散々言ってきたんですけども、まあ、次の路線っていうのが、まあ、もう今作ってます。はい、で一生懸命作ってるんですけど、その次の、その次に入れるやつっていうのがまだ決まってないので、まあ、今回これを、ちょっと決めていくにあたって、ユーザーのみんなからね、いろいろこう意見をね、事前にもらったんですね。はい、でそれをもとに今ここにいる、方たちが今からプレゼンしていきますので、それをね、聞いていただいて、皆さんは、まあ、いいねなのか、それともなのか、まあ、それをね、判断していっていただきたいと思っています。はい、でその皆さんの反応で、まあ、ちょっと採用するしないみたいなのを決めていきますのでね、皆さん、適当にやってると適当なの入っちゃいますから、そこは本当に真剣に、ダメならダメでもうダメですと、はい、いいならいいですで、もうちょっと必要以上にオーバーリアクションで、それいいねみたいな感じで、はい、お願いしたいと思います。はい、じゃあまずですね、本日のプレゼンター改めて紹介していきます。まずはおなじみ電車旅行開発チーム進行担当の石原さんです。はい、電車旅行開発スタッフ石原です。よろしくお願いします。はい、ではプランナーの島田さん。はい、プランナーの島田です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ちょっと仕様を作りやすいところならいいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして本日のスペシャルゲスト、岩倉高校教諭、鉄道模型部顧問の、尾稲田先生。よろしくお願いします。こう緊張しますね、やっぱりこう、ね、圧がすごい熱の持っている方々と前でいろいろプレゼンさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてもう一人のスペシャルゲスト、鉄道コンサルタントの、浜崎克明さん。こんにちは、よろしくお願いします。はい、そして最後に、電車で行こう開発プロデューサーの金田さん。どうも、またどうぞです。ぜひも今日は私は別にプレゼンはしません。皆さんの聞いて、うん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 、なるほどなるほどという係です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ですね、以上の面々で、ここ台東ステーション溝の口店メガレイズより、お届けしてまいります。じゃあですね、これから、まあ、プレゼンに入っていこうと思うんですけれども、今回ですね、まあ、僕たちが好き勝手になんか、まあ、これやりたいとか、いうわけじゃなくてですね、ちゃんとユーザーの皆さんに事前にアンケートを取らせていただきました。で2日間ぐらいしかね、集計の期間設けてないんですけども、その2日間で1785件回答が来た。はい、すごいですよね。はい、そんなね、1785件の声を、全部見ました。はい、全部見ました。で全部見たので、その声を下地にして今回プレゼン成り立ってますので、まあ、その前提でね、皆さんも聞いてもらえればと思っています。はい、というわけで、じゃあちょっとね、アンケート結果見てみましょうかね。こんな感じになりました。はい、ドン。はい、で次に、まあ、じゃあ具体的にね、まあ、どんな感じで選ばれてるのかっていうのがこちらです。ちょっと紹介しますね。今あったその中距離路線に関してはやっぱり出てましたけど、快速急行と駅を通過するスピード感あふれる路線に乗車したいとかですね。はい、あとやっぱり通勤型よりももう少し距離のある路線をプレイしてみて、まあ、長く乗りたいっていうところですかね。はい、こんな声が、多かったということです。はい、なんでマイク構えたから喋れるのかと思って、はい、特に大丈夫です。特に大丈夫ですか。はい、皆さんどんどん入ってきて喋ってもらって大丈夫なので、ね、はい、喋ってください。で続いて長距離路線に関しては、駅通過でのスピード感ある走行とか映像を楽しみたいということですね。はい、
あと過去作に収録されていた秋田新幹線などを、まあ、今のクオリティで運転したい。ありましたね、はい。まあ、今のクオリティっていうのは、まあ、やっぱり長距離に限らずあるでしょうね、やっぱりね、皆さんね、うん、はい。そして、近距離、路線に関しては書いてますね。総武線、山手線、今入ってますけど、まあ、この区間をさらに伸ばして遊びたい、練習は、うん、はい、はい。あと普通急行とか区間急行、準急、特急と幅広い、のが存在するからというところで、まあ、こういったところも選ばれている方ですね、はい。やっぱりなんか、まあ、中距離、長距離、近距離合わせてもやっぱりみんなこう快速とか、まあ、駅通過したいとかビンビン飛ばしたいんですかね、これね、はい。そんな感じのが出ていると、ご意見が多いですね、はい。そして地下鉄ですね、線路が縦にうねるのは地下鉄の面白いところだと思う、地下鉄でも、地上に顔出す線も多く運転の違いがありそう、はい。確かにね、丸の地点とかね、この辺とかずっと地下走ってて暗いなと思ったら地上に出てきたりとか、はい。とローカル線とかその他のところに関しては地方ならではの景色を楽しみながらプレイが可能だからというところですね、まあ、やっぱり、ね、景色がいいところはね、いいですよね、ここはね。そうですね、走ってて爽快ですね、はい。この結果を踏まえてね、プレゼンしますので、見ておいていただければと思います。で、まあ、ただね、こうどんなプレゼンになるのっていうのが、まあ、ちょっといきなりやると分かりにくいので、僕もねちょっと作ってきました、サンプルですよ、サンプル。大丈夫ですかそれ。大丈夫、だいぶ心配ですよ。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫ですか、うん、はい、大丈夫。いい、やって、じゃあ、じゃあちょっと見せてください。行く、いい、はい、見本、チャラ、見本だからね、見本、チャラいのは。これもうちょっとどうにかなんなかったですか、背景は何ですか、はい、どこで撮ってますか。いい、ね、みんな職場です、カメラ撮ってますよ。じゃあ行きますよ、はい、お願いします。プレゼンターひのきがお届けする次の次の新路線に入れる、提案の路線はここです。開発のね、はい、プレゼンターの2人にですね、はい、今から、はい、本当のね、本物のプレゼンをやってもらいたいと思います。はい、はい。じゃあ、はい、はい、それでは新規路線プレゼンテーション、はい、始めさせていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、動かないですか、動いた、はい、動きました、はい。今回このプレゼンテーションですね、あれあれあれ段取り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 ガチです。リアルガチでやりました、リアルガチですね、はいはい。では始めさせていただきます、よろしくお願いします。ちょっと振り返りなんですけど、今までの路線振り返りますと、去年11月山手線出ましたね、はい。で今年7月中央総武観光線出ました、はいはい。で今年大阪と、まあ、日本の大都市、東京、大阪入れましたから、そうだよね、したら次は、まあ、次の大都市、はい、うん、はい、もちろん埼玉、埼玉埼玉ですよ、まあまあまあ大都市だけどね、微妙に外してた、めちゃめちゃ崩れてましたけどね、今ね、前は。いや、大都市ですよね、大都市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 ですよ、はい。そう、埼玉スーパーアリーナ、ね、はい、最強戦、はい、こちら今回は我々プレゼンしたいと思います、はい。大崎から大宮間駅数も多いです。で、区間ですが池袋を終着とした6区間ですね、こちら、はい、ご提案させていただきたいと思いました、はいはい。まず推しポイント1、保安システムアタックス、はい、アタックス、これ、アタックス、まあ、この後細かく説明するんですけども、はい、バリエーション豊かなミッション楽しめるようになると思います。そうですね、はいはい。そのアタックスって何っていうと、アドバンストトレインアドミストレーション&コミュニケーションズシステム、まあ、要は、はい、今まで閉塞による制御だったんですけれども、アタックスではその列車と列車 の, その距離を無線で
どうのこうのしまして、その閉塞区間に縛られないその制御ができるようになるんですね。で、あの山手線の ATC だと、制限速度が5キロ刻みだったんですけども、アタックスだともっと細かい制御、細かい位置での、制限速度の指定ができるようになるので、まあぶっちゃけミッションがすごく作りやすいんです。はい、はい、ミッションが作りやすいってことはイコールスケジュールの短縮になるんですよ。はい、はい、スケジュールが非常に読みやすいってところは、はい、大事ですよ。意外と大事です、はい、これ、はい、次、はい、推しポイント2、こちら、はい、駅間がちょうどいいんですね。はい、はい、まあ、疲れない程度のですね、はい、適度な長さで、満足感がですね非常に高いかなと思っております。はい、まあ、先ほどご紹介した戸田公園から池袋、こちらですね6区間合わせてだいたい11キロあるんですけれども、山手線6区間、原宿から品川が、約 8.1 キロですね。短い、はい、ね、なので約 1.4 倍なんですよ。いいですね。まあ、これ皆様にとってのプレイ時間の、コストパフォーマンスも非常に良いかなと、ね、思っております。ただ、まあ、短すぎず長すぎず、はい、ちょうどいいようなですね、区間の長さになっております。はい、はい、続いて、はい、続いて推しポイントその3、まあ、楽しいポイントいっぱいあります。うん、いっぱいありますね。まあ、なので風景、駅、車両、見どころいっぱいで車窓も楽しい。うん、そうです、そうです。荒川越えます、隅田川越えます、はい、トンネルも通ります、はい、高架もくぐります、大線もあります、池袋の電車区もあります。素晴らしいですね。はい、そうなんですよ。そう、これも見えるんですよ。池袋に向かいますので、はいはい、東京スカイツリーも見えます。見えますね。はい、ドン、ほら素晴らしい。どこだよ、ほらあるない。いや、よう見えますね、スカイツリー、すごい。ないよ、どこ。え、見えない。いや、見えますよ、見える見える。ちょっと、はい、もうちょっと大きい、ほら、はい、そこかよ。ほらこれね、鉄道マニアじゃないですか、これ。鉄道ファンじゃないですか。スカイツリーに警笛とかでやります。そうですね、はい、ギミック、はい、で駅もいっぱいあります。はい、高架の駅ありますし、はい、赤羽、十条、はいはい、板橋、池袋、いろんなこう特徴的な駅、踏切もありますから、ね、そうですね、うん、今までの路線あまり踏切なかったんですけども、うん、踏切も踏み切ってください。はい、車両はもちろん E233 系7000番台ですね。先ほどのアタックス搭載した、最新の保安システムを搭載した車両です。まあ、こちら電車で GO、はい、こちらの、シリーズでは運転車両としては初めてですね。初めてですね、はい、はい、すれ違い車両もいっぱいあります。はい、いっぱいありますね。はい、E233系最強線、これ、はい、車両 の、 CG モデルはすでにありますね。ありますね、すでにありますね。臨海線はまだちょっとないんですけど、はい、231系山手線、これもすでにモデルありますね。ある、はい、235山手線、これもすでにあります。 E259 成田エクスプレス、はい、これもすでにありますね。すでにあります。はい、新幹線は東北、上越、はい、北陸、うん、E3、E4 もうすぐなくなっちゃいますね。 E4 は E5、E6、E7 と豊富な新幹線もあります。はい、あとは E233、京浜東北線、はい、これもすでにモデルありますね。あります。はい、E2333000番台、はい、これもすでに車両モデルがあります。はいはい、E231 キコタイプ、はい、すでに車両モデルがあります。はいはい、素晴らしい、はい、これっていうことはすでにあるモデルを使うのでスケジュールが非常に読みやすい。はい、はい、出ました。はい、はい、読みやすい、コストダウンですね。はい、はいはい、続いて推しポイント4、推しポイント4、はい、利用客が多くて、はい、知名度もあるので、まあ、どういいかというと、気になるあの子も誘いやすい。何それ、どういうこと。何、気になるあの子。まあ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 、はい、箱根登山鉄道これから運転するんだけどって言ってもそんなピンとこないです。はいはい、埼京線どうですか、知ってる、乗ったことある、かわいいってなる、なるの。僕が運転する埼京線乗りに行かないって、行く行くってなる、ね、ほら、はい、なる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 、ならないって言ってるよ。可愛いってなる。でちなみに利用客数などの指標なんですけども、輸送密度はめちゃくちゃ高いです。はい、すごいですね。はい、山手線に次いで第2位、うん、はい、いっぱい利用してます。輸送人数も、1日45万人、はいはい、で乗降人数に人員ですが、はい、1日池袋駅が118万人
ほぼ119万人、ほぼ120万人、はい、いっぱい利用しているので、まあ、知ってる方も多い、利用している方も多い、はい、新宿駅について第2位です、はい、すごいですね、はい、まあ、ちなみに、埼京線沿線には、設置店舗も多く、これ大事ですね、ありますので大事、これ大事ですよ、インカムアップです、はいはい、あ、ちなみに、はい、この沿線ですね、この区間ですが、あのドラマのロケ地も、多く使われてます、はい、有名なところ多いですね、はい、何かしらの駅、はい、テレビで見たことあるなんていう、こうね、あの気になるあの子もかわいいですね、なると思います、行く行くってなっちゃいますね、なっちゃいます、はい、はい、続いて推しポイント、はい、その後ですね、はい、これ、はい、はい、開発メンバーにですね、埼京線ユーザーがいるとかいないとか、はい、まあ、ロケハンとか行きやすいってことですね、はい、誰かつだ、まあ、今日大阪に行ってる、ちょっとこの、はい、ヘルメットの形で、はい、大阪に行ってるメンバー、はい、とか他にも何人もいるとかいないとか、はいはい、じゃあなんで開発メンバーが、いるといいのかってところですね、まず、はい、仕事帰りにフラッと見に行ける、はい、ということは、はいはい、ロケハン申請がいらない、もうね、これ大事、もうほんとめんどくさいんですよ、ロケハン申請、ほんとめんどくさい、楽、はい、もう俺楽です、で俺の箱根登山鉄道みたいに却下されない、もう却下、それ却下されますけどね、はい、もうほんとそうなんですよ、はい、定期圏内、はい、ということは、はい、交通費精算しなくて済む、はい、もうこれ もう交通費精算すごいめんどくさいんですよ、これまた、はい、はい、まあ、業務的に楽っていうことですね、はい、はい、素晴らしい、大事、もう制作目線です、はい、大事そうなんですよ、うん、はい、だいぶですね、この辺大事なポイントになってます、はい、じゃあ続いて推しポイント6ですね、 こんなシートありましたね、いやちょっとさっき追加しました、もう感情論なんですけれどもね、はい、私の感情論です、はい、はい、やっぱ車体がですね緑だから、緑押せる色なんですよ、まあ、はい、押せるってどういうの、押せる、押せるって皆さんご存知ですか、押しっていうの、色に押せるってなんですか、はい、押せる、はい、押せる子が多いんですよ、押せる子、押せる子、大苦情が来てますね、はい、今ね、すごいですこんなに、こんなに言われるこんなに来ると思わなかったですね、今ね、はい、まあ、ただ、まあ、ここまで行って、まあ、一番、まあ、ここを選んだ理由はもちろん最強だから、拍手ですね、拍手、はい、開発チームのプレゼンは以上となります、ありがとうございました、はい、うちのですね、私が顧問している鉄道模型部というところでですね、まあ、生徒に今回は聞いたんですね、どんな路線がいいかというところでですね、そしたらすぐに乗ってきましたね、はい、ちょっと作ってみようよっていうですね、甘い言葉に誘われて、はい、彼らはですね、3日間かけて、独自の路線、観点でですね、出してもらいました。ですから、開発費がどうとかですね、皆さんが楽しむかどうかというのは全く考慮されて、いませんので、はい、そこだけはですね、ただ、まあ、そこをまあ共有していただいてですね、もしあこれはと思ったら大きな拍手をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、はい、じゃあまずですね、一つ目からいきますけれども、はい、動かないですかね、はい、中距離路線というところでですね、まあ、近郊型というところでですね、まあ、いろいろなこう北海道と、まあ、東海、関西と地域がですね、まあ、分かれたんですけれども、特徴としてはですね、このなぜかこう貨物列車ですねとすれ違うというところを、まあ、メインに考えてくれたというところが出てきましたけれども、はいはいはい、これまた新規でこう貨物を作るというのはどうなんですかね。貨物でも古希、多機1個作れば並べるだけなんで、バーッと並べる、並べるだけなんで、そこをまたちょっといろいろ変えるっていうのは、まあ、そう、ちょっと描画的にプログラマーさんがちょっと目線が痛いなって、あ、そうなんですね、一切考えてません、はい、はいというところでですね、まず近郊型という、もう時間もないのでどんどん行きたいと思いますけれども、函館本線ですね、千歳線の快速エアポートというところで、札幌 新千歳間というところ、千歳空港間ですね、まあ、畑とかですね、まあ、大草原というところもですね、そして、まあ、貨物ターミナルとかを、はい、通っていって、最後はまあ地下ですね、はい、まあ、入っていくというところが特徴が多いというところですね。そしてこちらは今度熱海沼津間ですね、はい、丹那トンネル内での貨物のすれ違い地元ですか、はい、
あとまあこの313も種類がまあ多いというところでですね、あとはもう寸図線にこう入るところですねのポイントの再現がどうなっているのかというところでですね、完全にこれも開発の方々へのメッセージというところになってきているのかなというふうに思います。はい、はい、そして、とにかく早く走れというところでですね、京都大阪三宮とまさに三都物語というところですけれども、223系で新快速というところでですね、とにかく早くというところですね、通過するタイミング、まあ、やはりこう運転をしててもそうだったんですけど、こう通過するというのは結構気持ちがいいものというところもありますので、そこでまたこう定時で通過するというのは、まあ、皆さんも、ご経験あるかと思うんですけども、そこをまあやって、もらいたいというのが、はい、中距離路線でありました。はいはい、そして今度は、長距離路線というところですね、特急型電車新幹線、なんで四季島なんでしょうというところもですね、ありますけれども、こちらまず、いろいろとですね、まあ、予想通り、まあ、これだろうなというのがあったんですけども、ちょっと私が思ってた観点とですね、はい、生徒が思ってた観点がちょっと違っていた部分だったり、うん、逆にあなるほどねというのも結構あったのがこの長距離路線というところになりました。この中でまずですね、はい、N700A あーという言葉がありましたけども、はい、三島静岡間ですね、新幹線光というところなんですけども、あえて夜景というところでですね、そしてなぜ学南電車なのか私もちょっとわからないんですけれども、はいですね、まあ、工場夜景でも学南電車さん有名なんですけれども、はい、まあ、そこをバックに、まあ、高速通過する新幹線ですねを前面から見たいというところですけれども、このあたりはどうなんですかね。そうですね、新幹線早いですね、はい、早いということはこう、せっかく作ったモデルが一瞬で通り過ぎていっちゃうんですね。あ、ちょっともったいないですね。もったいないですね、感性込めた車両が、はいはい、そうですね、それもちょっともったいない部分がありますね。そうですね、はい、でも乗りたいですよね、はい、でじゃあ次に行きますけれども、はい、こちらですね、はい、四季島ですね、海峡線、なんでトンネルというところなんですけれども、まあ、この車両を見ていただいても分かりますけれども、この大きな窓からこう迫ってくる新幹線ですね、はいはい、新幹線とすれ違うというところだったり、うん、貨物列車のまあ迫力ですね、はい、青函トンネル、これロケ班申請大丈夫ですかね。四季島のもう全然大丈夫です。いや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 、僕もやっぱり行きたいですよね。行くなら僕も行きます。これハンコは押してもらえるんですかね。いやどうでしょう、ね、そうですね、あの開発チームぐらいのこう心を動かす内容があれば押せるかなって感じですね。お高いですよ、はい、もうね、ここはやっぱりちょっと行っていただかないと乗りたいですねはい、ですから、まあ、トンネルがまあ続くというところでも、まあ、このすれ違いというところですね、またこのすれ違う車両の速さというところもですね、はい、貨物と新幹線で違うというところは私ちょっと納得した部分でですね、はい、まあ、確かにこれは面白いなというふうに、はい、思いました。でじゃあ次に行きますけれども、中央温泉ですね、はい、まあ、まあ、定番かもしれないですね、はい、この新宿松本というところでスーパースター、なぜか19号とですね、はい、指定がされていますので19、はい、ピンポイントですね。2号じゃないです、2号じゃないですね、下りですね、はい、上りではなく下りというところでですね、最速列車というところで、はい、停車駅が5駅だからというところで、これは全く開発の方々とかですねゲームをされる方のことは全く考えていないんですけれども全然止まらないですね。これはまずいんですかね。モデル飛ばしまくりじゃないですか、はい、そうですね、まあ、でもね、スタート出発時はまあまあゆっくりこう新宿を出ていくところとかですね、はい、都会を出ていくところからはまあその先ですね、はい、をどう表現、またあのこうカーブですね、はい、をどう表現していただけるのかといったところが、まあ、気になるところなのかなというふうに思います。これどんどん行っちゃっていいですかね。はい、はい、じゃあ次に行きます。はい、はい、成田エクスプレスというところでですね、普段まあ生徒もですね、総武線乗っている、まあ、皆さんも乗っていると思うんですけども、毎日これ乗れないですよね。この成田エクスプレスを通勤で使っている方ってそんなにいないと思うんですけれども、まあ、目の前にこう通過していながら普段なかなか乗れないと、はい、お客さんとしても乗れないんですけれども、まあ、
259というところでですね、高い運転台からの景色ですね、あの前面からは我々はまあ見ることができないので、まあ、この部分もですね、ぜひちょっと高い位置ではどういうふうに普段の風景がまあ見えるのかなというところもですね、ぜひ再現をしていただきたいというのが希望としてありました。また東京千葉というところですが、またトンネルからですね、はい、まあ、抜け出て錦糸町から抜けていくというところですねが再現をしていただきたいというふうに出てきました、はい、あとはサンライズですね、そして瀬戸というところで、まあ、岡山高松というところでですね、瀬戸大橋もうこれ朝焼けというところで、もう朝限定なんですね、これもですね、はい、まあ、確かにあの乗っているとこう特に晴れた日であればですね、まあ、気持ちよくこう風景を見ているところをですね、この前面というところからこう見るというところ、また夜は瀬戸内の工場群、まあ、夜景というところですね、上り列車というところで20時半ぐらいですかね、出発をしてというところで、最後には岡山駅で、まあ、平穴というところを再現するというところもですね、以前ありましたよね、連結のゲームあ、そうですね、はい、ゲームあのミニゲームとかで連結ありました、ね、はい、からこのサンライズで並結というところをですね、こう再現をしていただきたいというところで、出てきました。ちなみに昨日私はあの出勤の時に55分円でしたね、サンライズが、はい、おかげで遅刻しそうになりました。サンライズ乗りたいですよ ね, ね、はい、でこれもロケハンで行けるというところですね、伸び伸び座席でいいんで、伸び伸びで比較的お安く、はい、お安く、はい、でも前見えないですね、まあ、そうですねはい、行きたいと思います。はい、はい、そして、近距離路線というところでは、ですね、まあ、通勤型電車というところで、うん、まあ、普段で、私もまた生徒も乗車している身近な車両というところでですね、入れていただきたいというところで出てきました。はい、まずは山手線ですけれども、うん、田端品川間というところで、うちの学校もちょうどこの区間であの、はい、見えるのでですね、はい、そこを忠実に再現していただいてというところ、また鶯谷から上野に入るところとか、また、並走しているですね、列車もたくさんありますので、そちらを再現していただきたいというところが、まあ、区体も同じでできるのかなというふうに、はい、お安く思います。お安くできますね、はい、これは結構お安く、そうですね、はい、お安くできるのかなと思います。はい、そして武蔵野線ですね、西船橋から府中本町というところで、はい、まあまあ長い距離、長いですね、はい、ぐるっとですね、横断をするという形で、はい、まあ、貨物列車ですね、先ほどから出てきていますけれども、はい、下総号とか武蔵野号の再現というところもですね、希望をしているというところで、まあ、なかなか普段ないですから、そうですね、この路線をまあ再現というところで大宮まで行ってもらいたいというところかなというふうに思いました。はい、そして湘南ライナーですね、品川藤沢間というところですけれども、まあ、これは朝もですね、ですから逆にまあ藤沢、まあ、品川ということもあれかと思いますけれども、うん、185系とか215系ですね、はい、私もいつもこれ抜かされているんですけれどもはい、普段は体験することのできない貨物線からのまあ風景であったりというところです。まあ、車両、特にまあ215とかですね、185もですね、まあ、今後なくなっていくのをこう保存という意味でもですね、はい、あの貨物線内というところで、なんか貨物押しがやっぱり多いんですけれども、はい、こういうものが出てきました。そしてスカイツリーラインですね、東武さんですけれども、浅草北千住でなぜか6050となんでなのかよくわからないんですけれどもそして浅草出てすぐですね、もう非常にまあゆっくりスピードを出していきながらスカイツリーに向かって走るシーンを、スカイツリー見たいですよね、やっぱりスカイツリーをこうどう再現していただけるのかというところだったり、まあ複々線ですね、が長くというところで、いろいろなまあ対向列車もバリエーションがとても豊富だと、いろんなまあ乗り入れ車も出てくるというところで、許諾とか大変なのかなと思うんですけども、そうですね、はい、一切無視しております。はい、そしてこちらですね、やっぱり MSE で小田急さんですね、通勤型電車、通勤型電車ですね、はい、霞ヶ関からスタートですから、やっぱり通勤型というところで、地下鉄なのに特急が走っていると
いうところですね、はい、そこから代々木上原から町田に向かってというところなんですけれども、さらにまあ複々線というところでいろいろなこの線路のですねバリエーションというところなんですけど、この辺りどうですか、ね、生徒さんに言ってもらいたいんですけど、はい、これねあの4線6番 K じゃなくて4線 K じゃなくて、はい、小田木は型です、ね、4線型ですね、型ですね、はい、これあの後で試験に出るんで、そうですね、はい、後で、はい、後で、はい、私が謝っときますガチなんでちょっと指摘しちゃいます、はい、まあ、そこでですねこの、まあ、通勤型というところもですけれども、まあ、地下地上、まあ、高架というところですね、まあ、体験ができるというところもですね、いいのかなというふうに思いました。はい、そして東急東横線自由が丘武蔵小杉というところで拍手がありましたけれども、目黒線も含めたですね、並走すれ違いという、まあ、車種もですね、ありますし ATC のまあ細かい指示というところで、まあ、ゲーム性が稼げると、高校生がなぜ十分に稼げるという言葉をですね使っているのかちょっとあれですけれどもこれ予算取りに来てるんですか。そうですかねこれね、うちの学校シュミレータイムをちょっと入れたいなというのがですね、あるんですけれども、また10両と8両というところですね、まあ、分類がしやすいというのもあります。はい、そして地下鉄ですね、はい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 、どんどん行きたいと思いますけれども、東京メトロはありません。なんででしょう、はい、生徒に聞いてください。おう、はい、というところで、まあ、最近デビューしましたですね、都営の5500系というところで、まあ、成田空港から羽田空港というところですけれども、いろいろなこう、まあ、レアなですね、種別もあるというところで、まあ、バリエーションですね、地下鉄内を、まあ、飛ばしたりというところもですね、あの現役の運転手さんも本当に止まっていいのかって悩むらしいので、はい、ここもまた面白いのかなというふうにで、まあ、上位にランクインがされていたというのがありました。車種もまあここでは3種類出てます。はい、そして地下鉄でブルーライン、ちょっとラインがかぶってますけれども、はい、日波から戸塚というところでですね、まあ、地上区間だったり、まあ、快速運転もあるというところですね。はい、これが受けるかどうかはまた別なんですけれども、はい、風景もですねこう見えやすく、まあ、架線もないというところ珍しい地下鉄なのかなというふうに思いました。はい、そして、福岡市営というところですね、姪の浜から福岡空港というところでですね、この辺りはでも大都市といったところでは、そうですね、はい、入ってくる部分に、はいはい、なってきますし、私鉄なのに今 JR の車両が乗り入れというところですけれども、逆に馴染みがないというところで高難易になるのかなというところが、はい、生徒の意見がありました。はい、ちょっと飛ばしていきます。ローカル線ですね、はい、これだけの種類がありました。さっきとちょっと被っている部分もありましたけれども、近い部分もありまして、まあ、あと旅行気分というところもありましたね、うん、はい、ローカル線知って浜川崎というところでですね、まあ、貨物列車だったり、まあ、線路がこうくねくね曲がっていくというところもですね、いるというところで、また制限速度が非常に多いので、うん、こうプレイされる方にとってはいろいろ高難易度の路線になってくるのかなというふうに出てきました。はい、そして大糸線ですねもうこのカーブというところでですね、まあ、あと景色ですね、というところも眺めというところも風景として再現をしていただきたいというところ、またカーブ区間というところですね。はい、そしてこちらは、まあ、三島から伊豆長岡というところで、修善寺は行かないんだっていうところですね、はい、あえてそこでまた校内の分岐を入って寸津線に入っていくというところをですね、先ほどポイントのところをですね、うまく活用していただいてと。三島ホームちょっと削れてるんですよね、はい、あれ作りたいですね。そこもこう結構、そしてまた185系とかですね、はい、というところで、まあ、運転というところになるかと思います。はい、はい、あとはですね、まあ、リゾート実りというところで行く当線ですね、キャ100等というところでですね、あとキャ48、というところ、まさにこの旅行気分、ゲームセンターにいながら旅行気分を味わえるというところで、さっきの箱根登山と同じです ね、はい、やっぱこれもロケハンが必要だというところでですね、リゾート実りも行きましょう行きましょう、はい、ぜひ行きましょうというところですね。はい、
そして最後になりますかね、はい、モノレールケーブルカーというところでですね、はい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 、ここにも車両が出ています、はい、で高校生はこれから修学旅行行くんですけれども、はい、沖縄なんですよね、はい、鉄道を学んでる学校なのに沖縄なんですね、はい、ユイレールしかない、去年まで、九州だったんですけれども、はいはい、今年から沖縄です。ユイレールだけ見てきます、はい、でゆりかもめですね、はい、レインボーブリッジの、まあ、走るというところ、そしてオッタイヤというところですね、はい、はい、あとは湘南モノレールというところ で、 いいで、ね、爆走を体験してもらうと、また懸垂式というところも、まあ、なかなかないのかなというところでですね、区間は短いんですけれども、またダイナミックなですね、こう運転が可能というところが、まあ、いいのかなというふうに、はい、思いました。あ、すみません。なるほど。以上で、はい。いっぱい出ましたね。いっぱい、すみません。すごい。ありがとうございました。ね、すごい。ちょっと、はい、自己紹介させていただきます、浜崎克明でございます。元小田急電鉄小野電車区運転士、1985年入社、2015年に退職しております。運転士経験は、15年間です。総走行距離は約60万キロです。月と地球の距離が平均38万キロと言われておりますので、こういうような距離を走っております。はい、乗務時間は約2万4000時間走行しております。今日のプレゼンは、あれ通勤者、あれあらららら、通勤者です、はい。その前に超重要なお知らせを先に、突っ込まれる前に先に言っておきますが、はい、小田急電鉄は円満退社です。ほうほうほう、どういうことですかね。現在の仕事はコンサルタントでございまして、はい、例えば朝日新聞のアイランに記事を書いたり、新型の GSE、豊川真澄さんと一緒にクラブサーモスという、あの魔法瓶のサーモスで取材に行ったりと、こちらですね、これは実は金曜日に報道向けの公開で撮影させていただいた、LSE7000 型、こちらも僕、乗務しておりましたけども、こういったところで、まあ、一緒に仕事をしております。というわけで、はい、超ウルトラ円満退社2回言いました、まず先に申し上げております。念押し、はい、では、まあ、1回、休憩をしまして、さあ私の一押しは、路線名から入っております近距離路線通勤車でございます。で、元は運転手浜崎克明が定義する近距離路線とはどんなものか、まずそこからスタートさせていただきます。まず駅間の奥が1500メートル以下、はい、できれば600メートルぐらいの駅間が、よろしいかなと思っています。立高80キロで、制動の場合は75キロから25秒以内で、停止から80キロまで25秒以内、制動で停止まで25秒以内で行けるというのが理想です。曲線が多く、制限速度が低く、信号機間隔が短く、勾配の上下がきついところ、いわゆる非常に運転の難しいテクニカルなコースというところが、私の中での近距離路線でイメージしています。はい、近距離路線4つの魅力、ちょっと簡単に話す。どんな風な、なぜ近距離路線が魅力なのかということについて、説明します。まず1つ目、高加速高減速です。これ分かりますよね、はい、一気に加速して一気に減速で、制動距離をきっちり測って詰めるというところに、この近距離路線の醍醐味があります。その2、車両性能。これどんな車両が入っているかというとですね、中低速域、いわゆる速度100キロ以下ぐらい、加速減速重視の切れ味抜群の車両がとても多いです。はい、電動車比率が高く、編成が短め、10両以内の車両が面白いというふうに思っています。だいたい4両編成だとホーム下で40キロ、6両編成だと52から55、60で危険なんですけど、8両で65、10両で70というふうに言われてるんですけども、ホーム先端に入り込んだスピードを見ながら、きっちり距離を見て詰めていくというのが、この近距離路線通勤車の面白いところだというふうに感じています。電動車比率って何って言われてですね、これあの、ね、電車で GO のやつなんですけどね、先に言っておきますね、323系、モーター車の場所を間違えました。はい、これね、あの軸数が全部電動車になってますけども、半分だけ白くなってますので間違えてますけれども、まあ、電動車の比率が高い車両の方が、モーターで発電してブレーキをかけるんですけども、回生制度、まあ、車によっては発電制度で、一気にですね、モーターの力でガンとブレーキをかけていくというところなので、これもまた車両の醍醐味でございます。
知ってると思いますがここに出ております。はい、はい、こういうところですね。はい、またそちらでプレイしてみていただければと思っております。はい、魅力その3に戻ります。短時間に集中して運転する緊張感がしびれる、いわゆる停車して加速して蛇行して制動して停車してっていうこの1回の一駅のターンが非常に短いというところで、集中してまた一息ついて集中して一息ついてという非常に区切りのいい緊張感がしびれます。はい、どんな風な運転かというと常に直線は区間最高速度、はい、曲線転轍機は制限速度いっぱいで入っているというような感じですね。転轍機はポイントなんですけど8番10番12番16番で番号があるんですけど25、35、40、50、60ってこう速度が変わっていくんですね。で特にこういう狭いところ近距離区間では転轍機の番数が低くて25キロとか35キロのポイントがあるんでそれにめがけて75から45へ落として45から35へ一気に落としていくみたいなそういう、 こう距離の取り方を測っていくと、つまり全てに無駄がない、これが定時運転の条件というところに、中距離区間の魅力があるというふうに思っております。はい、あ、すみません、一気に喋っちゃって 今やばいな、なんかもう今のところまだ路線名が一つも出てないんですけど、はい、大丈夫ですか。あ、すみません、こういう感じですね。運転理論でいきます。各 3.5km というのは 3.5km ずつ加速、3.5km ずつ減速というところで正確に計算すると約23秒、254m、75km までから制動すると21秒 223m で、駅間が 600m だとすると加速と減速に使う時間は 254m と 223m の合計で 477m なんですね。合ってました？合ってました。でそれで駅間が 600m だとするともう123m しかないんですね。で、5.5 秒以内にブレーキをかけないと停止位置を行き過ぎるというこういうスリリングなですね、運転というところで40秒程度で、全てが終わってしまう、非常にその緊張感のある運転というところが面白いであろうというところですね。はい、でも無駄のない運転ってすごくシビアそうに見えるんですけど実はものすごく楽しいんですね。本当に一息ついたりとかちょっと集中力が切れてふっとこう意識が外に飛ぶっていうのがないので、そういう意味ではですね、とても面白いです。素早くテンポよく楽しく操縦できるっていう気分、それがね、すごく気分がいいので、ぜひおすすめでございます。ちなみに制動は距離が長いことより距離を詰める方がうまく止まる、これ小宮先生そうですね。やっぱり人によってですけれども、やっぱり詰める派とちょっと長い派があります。私も詰める派だったん で、はい、詰める派で、はい、で裏切られることもあるんです。裏切られることもある、はい、そうね、で下手くそって言われるんですね。それがまた長くなるとそうですね、はい、でも割とこう距離を詰める方が制動上手い人も含めてですね、気持ちいいですね、はいはい、ということで、全く関係なくこの絵を入れました。突然ですがこれね、知ってますか、オノマトペ。オノマトペ知ってます？オノマトペ、あ、やべえ、滑ってだいぶ滑ってます。滑ってます、ね、はい、路線はカットちゃんペだ。間違えた、路線まだ出てこないですね。はい、オノマトペ、オフランスザンス語でございますが、実は普段皆さんもよく使ってます。どんなものかというと、物が発する音や声、状態や心情などを描写する言葉。簡単な例を出します。皆さんチコちゃんに叱られるって見てますね。あれなんて言うんでしたっけ、ぼーっと生きてんじゃねえよですよね。まさにその通り、このぼーっと生きてんじゃねえよのぼーっとは、これオノマトペなんですね。はい、もう一つ、お腹空いたら何て言います、お腹ペコペコですよね。はい、これもあれ、このあれ、このオノマトペ、オノマトペペペです、ございます。ペコペコ、はい、はい、あとタイムボカンシリーズのポチッとなですね、こちらもはい。でなぜこんなことを言うかというとですね、運転士の訓練中によくオノマトペが使われます。はい、なぜ運転にオノマトペなのかと言いますと、実施研修って3ヶ月ぐらいしかないので、運転中は理論について教えてる暇はありません。でもスイッチの硬さとか列車の挙動などは体で覚える必要があるんですね。でさっき言った無駄のない素早い運転をしていくというところでは、運転の感覚というのはただランカーみたいに書いて説明書通りに運転するということじゃなくて、スイッチの硬さも含めた
その列車の動かし方で、ゲームではちょっと挙動はないんですけども、列車の動きっていうことも考えながら体で覚えていく必要があります。はい、まあ、というわけでオノマトペということでございます。まだ路線は出ません。まだ出てこないですね。だって俺路線言うなって言われたから言わないと思ったんだけど。で、あの電車運転ととても相性が良いです。で、魅力をオノマトペで分かりやすく説明しました。で、よく分かるオノマトペのパターンということで、操作ですね。さっと払え、バラバラっと入れろ、スッと抜け、車両の動き、グッと効いてくる、ドーンとくる、あとパカーンって飛ぶ。パカーンありますね。パカーンって飛ぶってあるんですか。ありましたね。でも壮絶の車って電静車あった。もうパカーンと飛ぶのはですね、間違えて1ノッチ置かない抵抗車にフルで入れちゃったらパカーンって、ね、それはですね、真ん中のドーンとくるんですね。あちらの方がパカーンでしたね。パカーンですね。はい、で汽笛はパーンと鳴らせ、ちょんちょんズを送れ、くるくるパーが回る。くるくるパーですね。はい、あの停止位置を行き過ぎそうになると運転手は車掌に対して停止位置を外れたってプップップーっと置くんですね。それをちょんちょんズーという。ちょんちょんズーで、あと踏切の警報装置、回るんですけども、発光信号機ですね。はい、発光信号機、はい、ライトが5個ありましてパーみたいなんですけど、はい、左回りなんですね。それでくるくるパーと言ってるんですけども、はい、で、まあ、こんな風に起こりましたっていう話で、ちょっとザザザッと全行の下り坂が一気に精度を上げて55キロに減速したらさっと払い、40キロになってグッと効いてくるまで緩めるな、編成の動きを合わせて1ノッチ一気に入れるとダーンとくるぞ。それがパカです。パカパカ、ジャブジャブ流し込んでると遅れるぞ、空気の無駄だ。これあのゼロピタ選手権でそろそろっと止めてるあれが、あの流し込み精度っていう、まあ、割と空気を無駄に使うところで、実際ではあんまりこう怒られますね。オノマトペ、はい、加藤ちゃんペでございますが、例えば思い切ってバチコーンとか、あ、これはあかんやつでした。例えば僕、あの電車でこうどういう風に操作するかというと、加速するときは P5 まで入れるときに押してから僕原宿って入れるんですよ。で、原宿で5ですよね、原宿で、ハンドルを戻すときは僕全体の6割の力で戻すんで、バネに逆らわないで原宿って入れたら渋谷って戻す。お、はい、制度はですね、ズバーンと一気にかけます。まあ、言葉にできない運転感覚をオノマトペで覚えましたっていう、完全に脱線した話になっちゃったんですけれども、はい、こんな風に悪そうですね、はい、悪そうですね。これね、はい、ハイエース1万型1041ですね。これあのここ立ての時にテレビに提供したやつなんですけど、このちょうど向こう行ってる車がですね、どうも2600型という古い N6 ですか。 N6 でございますね。締めは私おすすめの路線でございます。やっとすいません、やっとですか、これでは、やっとすいません、はい、あの一応路線の特徴を言いながらということだったので、はい、先に申し上げておきますが、私、はい、小田急電鉄とは何の資本関係もございません。というわけで皆さんの頭の中にある路線が浮かんでいると思いますが、うん、期待を裏切るあの路線、いきますよ、名鉄。おー名鉄です。名古屋鉄道を一押しにさせていただきます。あれ、どれも突っ込まない、一応まあまあまあを用意したんですけどね。ブーイングかと思ったんですか、じゃあちょっと、はい、名鉄を押すには訳がございます。はい、あのこれもね、あの一応申し上げるのは、私名古屋鉄道株式会社とも何の資本関係もございません。よかった、名鉄を押す理由その2、線路条件がゲームに非常に向いています。はいはい、先ほどの話思い出してください。はい、曲線多い、制限速度低い、信号機間隔短い、はい、勾配上下期待、全ての条件クリアしてるんですね。うん、ところが皆さんの脳内にあるでしょう、ドレミファンバータのあるケーキとか加速度 4.0 のジェットカーがある阪神とか、はい、思っていらっしゃると思うんですが、ちょっと思い出してください。条件はクリアできているんですが、名鉄は面白い近距離路線の条件を狂気で満たしているというところが非常に面白いです。確かにそうですね。で、狂気を選んだ理由は、線路幅が狭いと車両に機器が入らないんですね。あのいわゆる車輪と車輪の軸の間に大きなモーター入れられないんで、標準機の車両よりも加減速が遅く、はい、曲線の通過速度も各制限速度も標準機より厳しくなります。
雑な線形を高速走行が電車運転の醍醐味です。名鉄を送る理由その3に先に言っちゃいましたけれども、そういうその限られたその条件の中でできる限り時間を無駄なく素早く走っていくというところが良いところだというところです。その3、車種が多彩です。はい、これはもうご存知ですね。私もやりました、ウィキペディアで。あ、違う、こちらですね。あ、名鉄の方から引っ張りましたね。特急タイプだけで5種類、それから通勤タイプ、これでこれと11種類ですかね。非常に面白いですね、はい、これね、素晴らしい車両だと思います。どうでしょうかね、モデル作るスケジュール大丈夫ですかね。これちょっと結構厳しそうですね、これ。そうね、大丈夫ですかね。どうでしょうかね。あと区間ですか、まあ、今日のお客さん、いいお客さんです。いい流れになってきたな、今日な。区間はどうなんですか、はい、区間は。区間ですか、これはまだ後で、はい、後で、あ、はい、楽しみですね。で、車両の癖も多彩で非常に楽しそうだと思います。ハンドル、あ、はい、まあ、まあまあまあ置いといて、その4です。はい、まずコンテンツのバランスを非常に取りやすいということがございます。私一応コンサルタントでございますので、リユースの電車で GO の筐体地図、これ私が自分で作成しました。こちらですね、東京、関東、関東とが非常に多く、2番目が近畿、3番目が、中部、それから、なんだっけ、北陸ですね。でその次は北海道という順番なんですけれども、中部には筐体が非常に多いんですね。関東が2路線あって、近畿が1路線あって、中部を1路線にすると全体のバランスが非常に良いだろうというふうに思っております。コンサルタントですので、一応マーケティング的にも OK という話ですね。はい、おまけ、ツーハンドルの設計図持ってましたよね。ちょっとジャンプしてもらおうかな。持ってない、持ってない、持ってない、持ってますよね。持ってない、持ってないです、持ってないです。今持ってないです。今も、あ、今持ってないですね。今持ってない。で、あの、一応僕ね、これでね、名鉄どこにしようかと思っていろいろ調べたんですけどね、意外とよく知らなくて、名古屋を中心、名鉄名古屋を中心に、はい、上の方に行くと丸の内という駅があるんですけど、大体その辺り、はい、から、金山を通って堀田まで、はいはい、で、丸の内を選んだら、丸の内から名古屋まで非常に短い600メートル程度の駅が連続して続くんですね。はいはい、そこで制度をガンガンかけながら、今度は勾配を登ってトンネル入って地下へ入ってから複雑な分岐を抜けて、あの、堀田に向かってどん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 高速になっていくという、そういうそのストーリーも非常に面白いので、うん、あの、こういう風な路線を選ばせていただきました。以上、少しは名鉄でございました。お、皆さんありがとうございました。では以上をもちまして、大プレゼン大会と、大プレゼン大会を、終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。